はい、今回は買ってきた理由を紹介します。眠いです、本当に眠いです。こちらです。はい、なんとかかんとかなんちゃらセットに入っていたなんとかレールです。わかりません、名前忘れました。奇跡的にね、中古店でね、こう売ってたんで買ってきました。開けます。はい、まずこちらですね。おい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 、なんか何これ、溶けてんの。まあいいや、溶けてますね、こっち。はい、でもう一個です。ちょっと今親が来たんでね、カットしました。こっちですね。爪の破損はありませんね。はい、でかいな、収納。これどう収納しようかな。これがなんか溶けてるやつ。おいおい、どうなるんだよ。これ大丈夫、なんかガタ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 多分バトクラで使うと思うので、まあはい、言うことありますんで。ではご視聴ありがとうございました。